本項目では、コスタリカの歴史について述べる。トポグラフィオブコスタリカ北米大陸と南米大陸を結ぶ中米地境に位置するコスタリカは、紀元前12000年頃から人類の足跡が確認できる。マヤ文明の影響を受けつつも、コスタリカの石球など独特の文化を形成していく。やがてコロンブスが1502年に同地をコスタリカと命名し、 1570年代にスペインの支配下に組み込まれる。鉱物資源に乏しい土地であった同地は農業を主とした発展を見せ、1821年、メキシコ帝国への併合という形をもって独立を果たし、その後中米連邦の一つに数えられた。中米連邦が崩壊し1838年に単独国家として独立を果たす。 1870年代以降は、コーヒー産業が目覚ましい発展を遂げ、同時に、バナナ栽培も盛んとなった。20世紀に入ると、国境問題やコーヒー価格の下落による、大不況から来る内戦など、数々の問題を抱えつつも近代化が促進された。1950年以降、中米諸国において、民主的生活を享受してきた、唯一の国であり、 軍隊を持たない国、非武装中立国といった理想的な民主主義国家として見られる向きがあるが、歴史学者小沢拓也は、その一方的に深刻化、美化された見方を否定している。大パーツとしても知られる、コスタリカの石球約4万年前、ユーラシア大陸からベーリング海を渡り、アメリカ大陸北西部に居住していた、狩猟民族の集団は徐々に難化し、 紀元前12000年から紀元前8000年にかけて、現在のコスタリカの地にたどり着いた。トゥリアルバでは、彼らが使用したとされるナイフやハンマーといった石器が発見されている。やがて紀元前8000年から紀元前4000年にかけて、植物の栽培を始めたことにより定着性が強まり、徐々に人口が増えていった。 500年頃の時地理的に北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の接点となった同時は紀元前1000年頃までに床芋やサツマイモ、トウモロコシなどを栽培する農耕民族へと移行を遂げ、テコマテと呼ばれる壺のような食料を貯蔵する土器などが使用された。定住は技術の多様化をもたらし800年頃までに首飾り、メタテ、オカリナといった。 芸術性を伴った土器の製造が確認されている。同時に、人口の増加は、群衆社会から部族社会への社会的ネットワークの拡散を見せ、分業化、専門化と同時に、人々の平等性が次第に薄まっていった。500年には、カシ化スゴと呼ばれる闘領を頂点とした、階級社会が誕生し、権力と富が特定の定住地へと集中した。 彼らの部族社会は交易の基盤となり、パナマ、コロンビア、エクアドルなどの住人と交易を行っていたようである。また、宗教的概念もこの頃誕生したとされ、コスタリカ南部では、コスタリカの石球などが、盛んに作られた。これらの意味や用途は、考古学者を悩ませ、ストーンヘンジやモアイ像に並ぶ巨石、大パーツとして今なお関心が集められている。 カシカス語制度は、スペイン人に征服される1550年頃までの長きにわたって続いた。後期には、階層の文化が進み、軍人や貴族、シャーマンといった特権階級と奴隷階級に完全に分かれた。また、集落同士の衝突も頻繁に発生し、カシカス語を統合しより、強大な政治力と軍事力を持つ主張量も出現した。 16世紀初頭までに人口は約40万人を数え、ニカラグア国境近くのボート族、カリブ海沿岸低地のスウェレデ族、ポコシ族、タリア家族、タラマン家族、太平洋岸南部のケーポ族、コート族、ボル家族、中央盆地のグアルコ族、ガラビト族など、地域ごとに多数のカシカスゴおよびセニョリオが存在していた。 部族間は基本的な共通語として植えたる語を介したが、地方によって文化的際や宗教的際が顕著に見られ、太平洋岸北部では首刈りや食人の風習も見られた。現代のコスタリカにおいてこうした先住民の人口割合は全体の2%程度に止まっており、1977年に成立した先住民法をもとに土地や 居住環境の保障がなされている。1502年9月18日、クリストファー・コロンブスがリモン湾付近に上陸し、ヨーロッパ人として初めてこの地にトライした。コスタリカにおける教育では、スペイン人トライ時には、先住民はすでに未知の病にかかり、存在していなかったとされていたが、前述の通り、実際には、 約40万人の先住民族が生活を営んでいた。しかしその人数は1569年には12万人に、1611年には1万人目と激減している。これは、スペイン人との征服戦争の打撃に加え、彼らが運んできた天然痘、インフルエンザ、チフス、百日石といった免疫のない新しいウイルスの猛威によるものと考えられている。 フランシスコエルナンデス・デコルドバ1519年に始まったスペイン人による中米地境征服はコスタリカにおいては1522年のヒルゴンザレス・ダビラによるニコヤ地方の探検を最初とした1524年にはフランシスコエルナンデス・デコルドバによってビリアブルセラスが建設されスペイン人にとってのコスタリカにおける最初の定住地となったが 先住民の攻撃により、1527年に消滅している。しかし、ビリアブルセラスの建設は、先住民が奴隷として輸出されるなど、太平洋側北西部のカシカス後の急速な崩壊を招いた。他方、カリブ海側では1534年、フェリペグティエレス、1539年エルナンサンチェスイコールデイコールバダホス、1540年、 ロドリゴイコールデコントレラス、1543年、ディエゴ・グティエレスなど、複数の征服者との激しい武力衝突が繰り返され、スペイン人は1535年にビリアデラ、コンセプシオンを、1540年にバダホス、マルベリアなどを建設し、先住民の抵抗沈静化を試みたが、いずれも失敗に終わり、1544年最後の征服者、 ディエゴ・グティエレスの死をもって、しばらくの間、放棄されることとなった。1560年、ファンイコールデイコールエストラダ・ラバゴが、ニカラグアのグラナダを離れ、ボガス、デルトーロに到達、カスティリオでアウストを建設するなど、17世紀頃まで、散発的に制服と定住化が試みられたが、同じような結末をたどった。中央盆地方面においても、制服は容易ではなかった。 1561年に不安イコールでカバリョンによる最初の内陸部の探検が行われた。カスティリオデガルシムニョスやロスレーエス、ランデチョなどの町を建設したが、先住民の抵抗激しく、非常に危険な情勢であった。その後、フランシスコ・バス・ケスデコロなどによる貸詞家の怪獣政策が走行し、中央盆地の詳細な探検と調査が可能となった。 先住民グループとの同盟を締結する過程で、コロナドは植民地時代のコスタリカの首都となるカルタゴの建設を行った。それでも局所的な騒乱は頻発し、1568年にはカルタゴ放棄寸前まで陥ったが、救援物資を運び込んだペラファニコールデリベラにより制圧された。こうして、16世紀には、 中央盆地における、スペイン人による支配が確立した。なおも激しく抵抗する一部先住民は、カリブ海沿岸のジャングル、サンカルロス平原、タラマンカ山地など、スペイン人の支配が行き届かない、辺境地へと逃亡した。1570年以降、交易は多様化が進み、工業品の輸入と引き換えに、トウモロコシ、蜂蜜、豆類、塩、小麦粉、 ニンニクなどの食料をはじめ、陶器、毛布、ハンモックといった工芸品や、真珠、インディゴ、メンシ、アガベ、ラードなど様々な物資が輸出された。1601年には、王の道と呼ばれるカルタゴとニカラグアを結ぶラバを用いた陸上ルートが開かれた。また、多くの港を保有し、カリブ海側では、スエレ港、モイン港、マティナ港、太平洋岸では、 カルデラ港、アバンガレス港、アルバラド港などが栄えた。1650年になり、カカオが輸出市場を席巻し、植民地経済はさらに活性化した。1709年には、通貨銀の不足から、一定量のカカオを1ペソとする、カカオペソという珍しい通貨単位が登場している。ことからもそのブームが伺える。しかし、これらのブームは長くは続かず、 カラカス、マラカイボ、グアヤキルといった有料なカカオ産地との生産競争に敗れ、次第に衰退していった。また、労働力として使用できる先住民の人口も目に見えて激減し、スペイン人たちは供給源の確保のために、インディオ・ブラボが支配する地域に興味を持ち始めるようになった。征服活動は1611年頃から1709年。 頃まで続けられたが、思うような戦果が上がらず、次第に労働力の供給は、現地ではなく、黒人奴隷の輸入という形態が取られるようになった。こうした経緯から、コスタリカにおける黒人奴隷は、非常に高価な労働力であったため、かなり注意深く使用された。奴隷たちは、自らの自由を買う権利がしばしば与えられ、 1648年から1824年までの間に430名の奴隷が自由を与えられている。しかし、カカオブームの衰退に合わせてこうした奴隷制度も衰退していった。現代のコスタリカは他の中米諸国と異なり、白人とメスティソが人口構成の97%を占めるが、上述のように奴隷制度文化が あまり浸透しなかったことがその要因の一つとして挙げられる。スペイン王フェリペ5世18世紀に入り、首都カルタゴ近辺では人口密度の増加から農地の確保が難しくなった。このため住民は中央盆地の西側を開拓し、八木早に新しい町が生まれた。1706年にエレディアが、1736年にはサンホセが、 1782年には、アラフエラが建設された。これらの町を支配したのは、工芸品生産で財産を築いた者たちであった。彼らは、政治、教会、軍事の主要な役職を独占し、貨幣の流通を支配した。潤沢な資金で農業地を買いあっさり、貧しい農民に収穫物と引き換えに貸し与えることで、貧富の差は、格段に広がっていった。 こうして、コスタリカで生産された物資は主に、ニカラグアやパナマへ輸出された。また、この頃誕生したスペインブルボニアサは、王室税収入の増大を掲げ、コスタリカにおけるタバコとアルコールの販売を独占化した。これを背景に、コスタリカ内部では、タバコと砂糖キビの栽培が一時的に盛んになり、トラピチェなどの工業製品の需要も増加した。 内陸部での生産業の活性化は、首都カルタゴにも刺激を与え、カルタゴからエレディアやサンホセなどの街に仕事を求めて、人が集まった。1800年には、コスタリカ人口5万のうち、実に80%が、中央盆地に集中した。1812年、ナポレオン・ボナパルトのスペイン独立戦争を契機として、カディス憲法が制定された。 この憲法の制定により、アメリカ大陸の至る場所にカビルドが誕生した。コスタリカにおいても同様で、各地に誕生したカビルドにより、地域の独自性が強化されることとなった。また、1822年のメキシコ独立は、コスタリカ住民に少なからぬ衝撃を与え、植民地からの解放が叫ばれるようになった。中米連邦の大統領であり、 コスタリカの大統領にも就任したフランシスコ・モラさん。この時、コスタリカは一つの国家というよりも、カルタゴ、エレディア、サンホセ、アラフエラという四つの都市の集まりであったと言える。これらの都市は、それぞれのカビラドで独自に新しい世界情勢に対応するための対策が検討された。カルタゴとエレディアは、メキシコ帝国との合併を提唱し、サンホセとアラフエラは、 独立共和国の設立を叫んだ。この対立は1823年4月5日オチョモゴの開戦へと発展した。コスタリカにおける最初の内戦はサンホセがカルタゴを下し、サンホセが新しい首都となった。一方、メキシコ帝国は1823年に崩壊を喫し、中米連邦として新しいスタートが切られた。 コスタリカもこれに参加し、グアテマラ市の議会へ代表を送るなどしたが、フランシスコ・モラさん率いるエルサルバドルの自由主義者と、ラファエル・カレーラ率いるグアテマラの保守主義者の対立紛争が起こり、議会は混沌とし、コスタリカにとっては優位なものとは言えなかった。やがて1835年に発生した同盟戦争により、サンホセがカルタゴ・エレディア、 アラフエラを撃破すると、その地位は、確固たるものとなり、資本主義農業の中心として、発展を見ることとなった。1838年に、ホンジュラスが、中米連邦から離脱すると、他の地域と同じくして、コスタリカもそれに続き、コスタリカ共和国として、独立を果たした。中米連邦は1841年のエルサルバドルの離脱をもって、 完全に瓦解した。コスタリカを含む中米諸国が統合、連合政府樹立への動きを見せたにもかかわらず、そのことごとくが瓦解し、細分化、分離していった理由の一つとして、中米地況の地理的な問題が指摘されている。例えば、グアテマラの総督府から、コスタリカの首都、カルタゴまでは距離にして1 4 0 0キロメートルであるが、道路事情が悪く、 寒気にしか通行ができない上、急勾配の山岳地帯を通過する必要があるなど、連合政府としてその行政権の影響が行き届かなかった。こうした地理事情が各地方の独特の社会形成を育み、小国家軍が誕生した要因となった。ウィリアム・ウォーカーアメリカ人侵略者国民戦争の英雄不安サンタマリアの銅像中米地峡での政治不安のさなか。 ブラウリオカリーリョがコスタリカを統治し始め、最初の独裁政権が誕生した。目的なく旅をすることを禁じるなど、独裁色の強い政治を行った。また、1779年より、サンボモスキート族へ支払っていた資金を1841年に停止した。その後、1842年4月に、フランシスコモラさんが軍隊を率いて、 カルデラに上陸、カリーリョは国外逃亡せざるを得ない状況となった。暫定大統領となったモラさんはコスタリカを新たな中米統合運動の政治拠点にしようと格索したが、同年9月、サンホセ市民による武力放棄によって計画は失敗に終わった。モラさんは捕らえられ、現サンホセ中央公園に位置する場所で銃殺処刑された。 その後1844年には直接選挙制を盛り込んだ新憲法が制定され資産200ペソ以上を持つ人に市民権が与えられた。しかしこの制度は失敗に終わり1847年には間接選挙制に戻されている。中米連邦を離れて以降政治勢力間の争いに橋を発する内戦に見舞われたが 他の中米諸国と違い、長期にわたり経済が停滞するようなことはなかった。これは中米連邦結成時に散発的に起こった都市間の武力構想により、軍部が強固な力を持つことができなかったことが大きな要因であるとされている。この頃のコスタリカの経済基盤を根底で支えたものにコーヒーがあった。 17世紀頃よりサンホセとその周辺で局所的に始まった。この黄金の豆の栽培は1830年頃よりイギリスのコーヒーブームを受けて劇的な拡張を遂げた。1850年に入ると産地はカルタゴ、エレディア、アラフエラへと広がり、さらに奥地のサンラモンまで拡大した。コーヒーの輸出で得られた富により新しい技術や流行の商品が コスタリカ国内を賑わせた。1854年、内戦のただ中にあった、ニカラグアの一つの勢力が、アメリカの傭兵ウィリアム・ウォーカーを雇用した。ウォーカーはニカラグアに到着するやニカラグア南部を占領した。当時のコスタリカ大統領フアン・ラファエル・モーラは、この事態を受け、中米諸国の政府と国民、及びハン・ウォーカーだった。 イギリス、アメリカ合衆国のコーネリアス・バンダービルトなどの支援を受け、ウォーカー撃退に乗り出した。フアン・ラファエル・モーラ1856年3月、グアナカステ地方のサンタロサの戦いで勝利を飾った。コスタリカ軍は続けざまに4月11日、リバスにて、ウォーカーの主力部隊を撃破、12月末にはサンファン川を支配。 1857年5月1日、アメリカ人侵略者はついに降伏した。しかしこの戦争の影響により、軍隊によって持ち込まれたこれらが、一般市民を襲い、人口の約10%を失うこととなった。労働力不足と戦争の莫大な経費によってコスタリカは、経済不況に陥り、回復に約3年を要した。このウォーカーとの一連の戦いは、 国民戦争と呼ばれ、コスタリカ人が若い国を守るために莫大な対価を支払った戦争として歴史にその名が刻まれている。しかし、そんなモーラも1859年のクーデターで国外へと追放されるなど、政治情勢は不安定であった。1840年から70年にかけて、コーヒー産業の派閥対立などを背景とした。 軍事力による権力者の追放と交代が断続的に行われた。1870年、トマスグアルディアグティエレス将軍が政権を握ると政治に変化が見られ始めた。近代国家と近代社会の創造という明確な目標と革命計画を携え、その自由主義的な改革は1890年頃まで続いた。新しい民法と刑法が制定され、 出生や死亡、婚姻を国が管理し始め、教会の影響を排除した国が管理する義務、教育制度を策定した。これらの努力により、国民の識字率は驚異的に上昇するなど、生活水準は大幅に引き上げられた。しかし一方で、統計の非合法化や安価な薬品の使用禁止、義務教育化による自動労働の禁止といった、より厳しくなった。 管理行政に国民は少なからず不満を持っていた。クアルディアの意志を継ぐベルナルドソ・ソトは1889年の大統領選挙においてカトリック教会の支援を受けたホセ・ホアキン・ロドリゲスに敗れた。しかし、ホセの得票は不正選挙であるとし政権の維持を図ろうとしたことが市民の激励に触れ1889年11月7日。 聖職者に煽られた農民や職人が武装放棄し首都を包囲した。外は補正を大統領に認める、胸の声明を出し内戦は回避された。この1889年11月7日は本当の意味でコスタリカ民主主義の原点であるとして伝えられる。以降、コスタリカの政治は公正な選挙による民主主義へと動き始めた。 リカルド・ヒメネス・コスタリカはその地理的要因から、対外交易のほぼ全てが、太平洋側の港を経由して行われていた。1870年、クアルディアはこの現状を打破しようと、イギリスの金融会社と340万ポンドという、莫大な借款契約を結び、大西洋鉄道の敷設を立案した。しかし、技術的な問題に加え、政治腐敗や、 資金不足によりこの計画は頓挫し、借金のみが残された。この負債を補うため、1871年、パナマ地況より、バナナが導入されることとなる。マイナーキース、ユナイテッドフルーツの設立者1884年、プロスペロは、イギリスと負債の交渉を行い、鉄道の完成を引き受けた、アメリカの企業家マイナーキースと契約を結んだ。 キースは1899年にボストンにユナイテッドフルーツを設立するとカリブ海全域のバナナ産業を独占した。1890年までに鉄道敷設のための労働者が国内外よりかき集められた。彼らの半数は鉄道敷設の労働が終わった後もコスタリカに残りバナナ産業の労働者や選択への積み込み労働者となった。 彼らはたびたび激しいストライキを決行し、1920年頃まで、労働運動が盛んに行われた。こうした民衆の動きに高応して、当時の大統領リカルド・ヒメネスは1913年、直接投票権を承認し、有権者に対する政治の責任をより明確にした。19世紀終わり頃より、国家はインフラを含む、公共設備の投資に力を入れ、教育、 保険年金、公衆衛生といった設備が急速に揃いつつあった。1927年には公衆衛生省が、翌28年には労働省が設置された。インフラの充実は大衆文化の発展に寄与し、1920年には大衆スポーツとしてサッカーが登場した。また、ラジオは1930年頃までに一般庶民へ普及し、 小さな箱から流れる音楽を楽しんだ。1930年には、アルマンドセスペデスによる、初の国産映画、機関が上映された。一方で、酒場やビリヤード場では、非合法化されていなかったアヘンやマリファナなどが売買、されるなど、無法者の創屈となった。一見景気の良さそうな市場は、コーヒーとバナナというモノカルチャー経済の富に依存して、 出来上がっていたもので非常に脆弱であった。1927年に起こったコーヒーとバナナの根崩れや1929年の世界恐慌はこうしたコスタリカの経済に深刻なダメージを与えることとなった。テオドロ・ピカード1929年の世界恐慌から1932年頃にかけて コスタリカの総輸出額は1800万ドルから800万ドルへと落ち込んだ。この影響で関税収入が激減し、国家は深刻な赤字財政に襲われた。大量の失業者を生み出し、1933年にはサンホセで暴動に発展したことなどを受け、政府は経済への介入をさらに強めた。1933年にコーヒー保護協会を設立し、 1935年に農業労働者の最低賃金が定められた。さらに1936年には銀行改革を行い、紙幣の供給に対してより強い権限を持った。また、失業者救済のために公共建設事業費が3倍に増加し、当時の大統領レオン・コルテスはセメントと鉄の政府と揶揄された。 復興の兆しを見せ始めた1939年、第二次世界大戦の勃発により、ヨーロッパ市場が閉鎖され、再び不況の波がコスタリカを襲った。こうした事情から、買取価格の安いアメリカと貿易を行うたなく、国家の歳入は激減した。1940年、社会民主主義から、ラファエル・アンヘルカルデ・ロングアルディア政権が誕生し、 野心的な社会改革計画が進められた。同年にコスタリカ大学を創立1941年には社会保障制度が確立1943年には生活保護が規定され労働法が制定され福祉国家の基礎が築かれた。こうしたグアルディア政権の言った社会改革は富裕層の反発を招き社会的緊張をもたらした。 1944年の選挙において国民共和党から立候補したテオドロ・ピカードはハンカルデロン派から選挙に不正があったと断定され国民の持つ政治制度への不信感が増大したこれに伴いテロリストらによる爆破事件が頻発するようになり改革の続行が困難になった1946年ハンカルデロン派にありながらコルテス派のリーダーとして 平和的交渉による対立の解消を目指していたレオン・コルテスが死亡すると強硬派が勢いづき、コスタリカ日報の編集者、オティリオ・ウラテを指名し、1948年の選挙が開始された。この選挙は2期目を狙うグルディアとウラテの一騎打ちとなり、大統領選でウラテが勝利、国会議員選でグルディアが勝利した。この結果、カルデロン派や、 共産党支持派が、裏手の大統領選に不正があったと球団、カルデロン派で占める議会において、先の大統領選挙の結果を公式に無効とした。カルデロン派とグアルディア派は、この選挙問題に対しての妥協点を模索していたが、1948年3月12日、農業実業家、ホセフィゲーレス・フェレールは、民主主義的な国民選挙を守るという口実で、 反乱を起こした。4月19日まで続いた。この武力闘争は、4000人以上の死者を出す。コスタリカ史上最悪の内戦となった。カリブ外人部隊を用いた、フィゲーレスの国民解放軍は強靭で、立ち打ちができないまま、グアルディア政権は降伏した。フィゲーレスは、グアルディア支持者数千人を国外へ追放し、共産党を非合法化すると、 1948年5月1日、暫定政権の主導者として名乗りを上げた。フィゲーレスは銀行の国有化、資本利得に対する特別税の徴収を行い、あらゆる支配的権力の排除に乗り出した。翌年、1949年憲法が施行されると、新米を基調とし、政治を混乱させる装置にしかならない軍隊は、廃止され、それまで、 軍隊の担っていた役割は警察に遺憾された。また、女性や黒人の政治参加も認められた。この軍隊廃止により、コスタリカはイコータのラテンアメリカ諸国で、繰り広げられたような軍事クーデターは起こらなくなった。選挙部隊の浄化を一通り終えたフィゲーレスは、裏手が大統領に就任することを認め、1951年、 国民問題研究センターの知識人や支援企業などをまとめ上げ国民解放党を組織した。1948年12月には旧政府軍がアナスタシオソモサガルシアに支援された傭兵軍と共にニカラグアからコスタリカに侵攻するも失敗に終わった。1949年8月には暫定政権の公安大臣であったエドガルガルドナが クーデターを企てたが、失敗に終わった。1955年1月には、元コスタリカ大統領だったムチャイスキの息子、ピカード2世が再びソモサに支援された、傭兵軍と共に、ニカラグアからコスタリカに侵攻してきた。陸空およそ1000人ほどのピカード2世軍はいくつかの都市を攻略したものの、コスタリカ武装警察の反撃と、OAS の仲介により、 同年2月に停戦し、新興軍は武装解除した。このようにして、国難を乗り越えると、1949年憲法による政治の安定が国家の成長を助け、1950年から1973年までにおいて、第二次世界大戦後の世界経済の成長に補調を合わせる形で、コスタリカでは人口80万人から200万人まで、 増加するという人口爆発が起こった。経済面においても、バナナの年間輸出量が350万箱から1800万箱に増え、コーヒーの販売価格が 100kg あたり9ドルから68ドルへ跳ね上がるなどし、得られた利益を国家システムの改善や技術改良のための開発費へ回すことができるようになった。こうしたインフラの整備は、経済の多様化を促し、 1963年に中米共同市場に加盟してからは外資系企業がコスタリカ市場へ次々と参戦し多様化した経済がそれぞれの分野で急激に成長しコスタリカ中流階級市民の繁栄と安定に寄与した人々は家電製品を容易に入手できるようになり1960年にはコスタリカ人による 初のテレビ番組が放映された。また、国立自治大学、コスタリカ科学技術研究所、国立遠隔地大学などが新設され、高い技術力や専門性を持つ科学者を排出した。一方で国内に利順をもたらさない外資系工業により、工業輸入額と工業輸出額の乖離が年々増大し、1950年に50万コロンであった。 財政赤字は1970年には9000万、コロンに肥大化した。また、オイルショックの影響により、関税や売上税などの間接税に依存していた国家収入は政府の負債を増加させ、公的対外債務は1978年までに10億ドルを超え、1980年にコスタリカ経済は完全に崩壊した。さらに、 1978年にサンディニスタ民族解放戦線が全面放棄するとそのサ王朝を嫌っていたコスタリカ人はこれを全面的に支援しニカラグア革命を支えたその後サンディニスタ内での路線対立により FSLN の司令官だったエデン・パストラが亡命するとパストラを司令官にしてコントラの一派民主革命同盟が組織されコスタリカは アメリカ合衆国による対ニカラグア作戦の基地となり中立原則も一時由来だ。この影響で中米地域に対する通商が壊滅的な打撃を受け IMF による国家事業の民営化などの勧告が実施された。これに対しロドリゴ・カラソ大統領は1981年9月一切の大外債務の支払い停止を宣言し、 IMF との交渉をすべて打ち切り、関係者の国外追放を断行した。この政策でコスタリカはアメリカへの依存をさらに強め、1982年、国民解放党から大統領に就任したアルベルト・モーニエは、アメリカのロナルド・レーガン大統領に対し、サンディニスタ政権との代理戦争を引き受ける明確な、見返りを要求した。 レーガンは USAID をコスタリカに派遣し、13億ドルの資金を譲渡し、株組織としてコスタリカ開発構想連合を組織し、経済モデルの改変に取り組んだ。中米紛争解決に尽力したオスカル・アリアス・サンチェス大統領経済モデルの変化と外国からの資金投下により、コスタリカ経済は安定を見せ始めたが、これの是非をめぐり、 国民解放党内に派閥が生まれ、1982年、キリスト教社会連合党が創設され、二大政党の時代が始まった。経済安定化のために、資金援助を行ったアメリカ合衆国は、共産主義の脅威に対抗するため、コスタリカに、あらゆる協力を要請した。コスタリカの治安警察部隊を掌握し、軍事訓練を行い、国内のメディアには、 ハンサンディニスタのプロパガンダを実施させ、都合の良い世論を形成し、軍国主義化を強く求めた。これらのアメリカの要求に対し、モンエはできる限りの内容を受け入れたが、ただ一点、国内の米軍基地建設にのみ、反対の意向を示した。この意向を対外的にも明確にするため、モンエは1983年11月、コスタリカの中立を宣言した。 1986年、国民解放党のオスカル・アリアス・サンチェスが大統領選挙に勝利する。アメリカの対ニカラグア強硬政策に追随することを、よしとせず、平和政策を選択した、アリアス政権は、中米地協5カ国の代表者によって調印された和平案の中間役を引き受け、中米紛争そのものの解決に尽力し、 中米地域の経済的安定を主導した。この活動に対して1987年にはノーベル平和賞が授与された。やがて1990年サンディニスタが選挙で敗れるとアメリカは中米地域に対する関心を失い経済援助額を減少。1996年には USAID も活動を停止した。1990年には 初のプスク政権として、グアルディアの息子である、ラファエル・アンヘル・カルデロン・フルニエルが、大統領に就任した。フルニエルは悪化する、財政赤字に対応するため、売上税の増税、国家予算の削減、給与の支払い凍結、国営鉄道の休業などの圧政を行った。プスク政権に対する国民の不満は高まり、1994年の大統領選挙によって、 中道左派の野党国民解放党から、ホセ・フィゲーレス・フェレールの息子、ホセ・マリア・フィゲーレスが、大統領に就任したが、民衆への圧力はさらに強まり、抗議を行うための大規模な市民運動がいくつも、組織された。1998年2月の、大統領選挙によって、プスクのミゲル・アンヘル・ロドリゲスが、大統領に就任したが、ロドリゲスは、メキシコの実業家、 カルロス・ハンク・ゴンサレスからの不正献金を受け取っていたことが1999年にスキャンダルとなった。2001年の9.11テロ後はアメリカのアフガニスタン攻撃を支持した。2002年の大統領選挙によってプスクからアペル・パチェーコが大統領に就任した。アフガニスタン攻撃に続いて2003年のイラク戦争も支持したが、こちらは 五民間や市民団体の提訴を受けて、翌2004年12月に最高裁が、大統領決定を意見判定、指示は撤回される。また、同年カルデロンとロドリゲスの二人の元大統領、が汚職によって逮捕された。2006年からは再任した、アリアス大統領が大統領を務めた。2010年2月7日、大統領選挙が実施され、 国民解放党のラウラ・チンチジャ元副大統領が当選し、初の女性大統領となった。アリアス現政権の政策を継続し、米国との自由貿易協定を拡大させる方針である。ありがとうございます。